はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともでございます。はい、今回は仮面ライダーで街づくりをするの第1回目の撮影でございます。イエーイ。なんですが、まず1回目なのでちょっと説明なので、レイムスキンがですね、投稿者という扱いになります。ここが投稿者の家で、ライダーさんの戦隊用のやつね。ライダーと戦隊の絵。あ、ここにありました。ごめんなさい。この、黄色と紫と赤のペットを使って、やっていきます。で、今、うぷぬしさん、つまり投稿者の家があると思います。こちらのお家ですね。この周りを、仮面ライダー、仮面ライダーとスーパー戦隊の人たちがやっていくという、企画になっております。で、前、なんかどの子ので終わらせた企画があって、それの、シーズン2的な感じの話題と思い、出ます。で、撮影的に、ま、1日、の18時から毎日投稿ですので。レイムスキンで出てくるときは、ウプンシさんが、全部は、プロシさんなんですが、スキンが毎回だけ変わるっていう話です。今回です。プロローグ扱いですので、これは、次回の撮影分から、仮面ライダーたちになります。忘れてたら、かっこ、スキン変えてなかったら忘れてたと思ってる。プラスさんも含めた、仮面ライダーと戦隊ヒーローたちで、街づくりをしてくる。クリエイティブは使用しませんが、基本。ただし、事情あって使う場合もあるので、それだけお察しください。今ちょっと見えにくいですけど、撮影してる位置から見えにくいんで、ちょっと頑張りますが。今、あそこの山ですね。そして、あの山についても解体中なんで、次、ちょっとだけ遅れるかもしれないです。ただ、竜の如くのワールドだけちょっと補足もさせていただきますが、竜の如くは、来年までちょっと更新があるかないかわかりません。っていうのも、竜の如く7も出るので、それに合わせて、7も含めて、街づくりをするという、ことを発表させていただきます。ということで、楽しみにしててください。ということで、ご視聴ありがとうございました。